今はですね、村七巻で。はい、こんにちは、中村です。今日はですね、これからちょっとアクシスでドンキホーテまで、アクシスでドンキホーテに行きます。アクシゼットのあのオイル車のやつで行けるんかなと思ったら、GW の40で、意外とですね、その粘度の高いあれで、まあ、で規格が MA2 かなんかいうやつを入れないといけないって書いてたんで、うんと、どっちか言ったら、ヤマハ純正のやつ入れた方が良さそうなんで、で先ね、ちょっとドン・キホーテの食品売り場に買い物に行ったら、時にその車用品ですねのコーナー行ったら、バイクのオイル置いてたから、ちょうどヤマハの純正オイル置いてたんで、改めてちょっと今から買いに行く次第です。暑いからオイル買ってもオイル交換ちょっとできないっすね。もうなんか今でもちょっと外おったら吐きそうになった感じでちょご飯食べ過ぎて吐きそうになってます。あの熱中症とかそんなんじゃなくてすいません。エンジンオイルをアマゾンで注文した方が安いのかどうかわからないんですけど、ヤマハの、純正のエンジンオイルメガドン・キホーテで1990円で売ってたんですけれども、税別でどっちが安いんやろう。でも一応オイル交換、そうですね、もう早いこと、もうすぐ200キロになるから、ちょっと早めにエンジンオイル交換したいなと考えています。でバイク屋さんに言われたんですけれども、なんかブルコアエンジン結構オイル減るって言ってたんで、まあオイル、そうですね、そんなに回してないからそんな減ることはないと思うんですけど、減るって言われたからちょっと心配やから、もう早めにちょっとオイル交換みたいな。で微妙なのが 0.7 リッターなんですよね。で軽量カップも車用のあのオイルの上後が1リッター単位やから、軽量カップで測って入れた方が良さそうですよね。ダイソーかどっかで売ってる軽量カップちょっと使って、
け放って入ってくる車多いかも。でもないか。でもないですね。前の横のナンバーの車だけが乗り放題でした。ドンキホーテの車のコーナー、まあまあ商品揃ってるんですけど、こっちにオイルがいっぱい、ヤマハの純正 10W40 これやね。よいしょ、まあまあ純正揃っていますね。上は556かストロール、これを買っていきましょう。はい、ドンキホーテに、ヤマハの純正のエンジンオイルですね、買ってまいりました。1990円やったんですけれども、消費税別の価格で2300何倍とかな、端数はポイントで、マジカのポイントで払った次第で、だいたい2400円見てたらドンキホーテで、エンジンオイル入る感じです。なかなか硬い粘土ですよね。10W40 鉱物油、鉱物油ですよ。これは純正やから化学合成かと思ったんですけど、どっちがいいんでしょうね、あのバイクの場合わからないんですけど、とりあえずちょっと一回ば入れてみ、交換してみます。ホワイズギアっていうところの商品みたいですね。以上です。日曜日に交換してまた動画撮影してアップしてみようかなって思ってます。すいません、また見てもらえると嬉しいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。